お久しぶりでございます、今日はですね、とりあえず西宮ラジオで朝ごはん食べて、尾道行って、尾道ラーメン食べて、そっから島並海道のいろんな島に渡っていき、美味しいパン屋さんとかカフェとか、そんな行きながら愛媛県に向かいます。見てください、これ花かごおぜ。パーキングもね、最近ねバカにできませんよ。これ朝ごはん定食、豚汁、鮭、豆腐ね、いい感じでございます。来ましたよ、これアーモンド定食、こちらはリンゴのお酢でございます。それではいただきます。はい、次これですよ。尾道に行ったら外せない尾道ラーメン、広島県、中国自動車道を通るルートでご案内します、はい、実際の交通規制に従って走行してください。はい、西宮ラジオを出発しまして、約224キロ、14時7分着で尾道ラーメンでございます。感じですね、これ、丸干し、はあ、行きましょう。ネギラーメンでございます。はい、お稲荷ラーメンでございます。はい、いただきます。島並海道大理石のなんか行きます。右でした。はい、はい、わかりました。はい、ということでスタートでございます。到着でございます。この中にオブジェがあると。え、入場料、入場料払ってくれる？泉神社でございます。はい、
忙しいです。次行きますよ。神社終わって次メインですよ。メインパン屋、美味しいパン屋に行きたいと思います。早くしないともう日没ですんでね。行きましょう。何キロ？10キロ？さあ24キロある。24キロさあ日没ですよ。早くしないと。パン屋さん、パン屋さん向かいます。メインのパン屋さんでございます。16時50分やって。ただいまパン屋さんに向かっております。時刻は16時19分。14時半までカフェがで、パン屋さんが5時まで、それと金曜日と日曜日しか開いていないというペイザン、ペイザンというパン屋さんに向かっております。あと13キロでございます。ギリギリセーフでございます。ここですよ。こんなとこ分かりますか。これこの先駐車できません。この奥です。パン屋さん、パン屋さん。こんな人来るの？週2回の営業だけでやってるんですよ。多分あれかと思います。ペイザン到着でございます。はい、くるみのパンが、はい、もう全部買いましょうこれ。とりあえずパン屋さん間に合いまして、次行きますよ。次はワッフル食べに行きます。それも時間押してますからね。6時までですか。17時9分頃、17時9分、間に合うね。レッツゴー。到着でございます。ギリギリセーフでございます。ここでございますよ。私の好きそうなのが何でした？何あれ？パンケーキないやん。パンケーキちゃうのやったかな。ワッフル。チーズケーキと。バスクチーズケーキ。バスクチーズケーキ。今流行りの。あ、これ見てください。シフォンケーキにアイスクリームね。これアイスティー。見てください。あの景色こんな感じでございますよ。はい、本日のメインです。もう GoPro バッテリーないんで、ひょっとしたらもう今日これで終わるかもしれないです。今から実は愛媛県行くんですが、多分バッテリーがなくなると思いますので、ここで締めます。以上、ごきげんよう、さようなら。